喋ってみ。隠ついてんな、動画のせいだと。タイトル画面今日写メ撮ってさっきおふじさんに送ったよね、あの昼ぐらい。そうですね、はい、あれをモーグリにツイートさしておきましたけど、はい。であれ実は静止画だと伝わらないんですけれど、うん、これね、まあ、さっきあの岩田が24時間の時間経過システム入ってるっていうふうに言いましたけど、うん、そのシステム結構ねすごいんで、うん、このタイトル画面も時間がずーっと見てると経っていく、そういうタイトルが。ああ、リアルタイムで今、うん、じゃあ時間変化が起きている。起きてますね。月を見てもらうと少しずつ動いていってる、ね。確かにロゴと比べると動いてきてますね。動いてますよね。はい。はい、これずっと見てると朝が来て、うん、そしてまた昼が来て、夕方が来て、また夜が来てってなるんですが、はい、今回体験版1日のサイクルを最終的に45分に調整したんですね。なるほど。はい。つまり、1日見るのに45分かかるので、うん、サクッと次に行きたいなと思います。これロードゲームってあるってことはセーブができるってことですよね。あ、もちろんできます。セーブはキャンプとかで宿泊することでできるのと、うん、あとは重要なところではリトライがしやすいようにチェックポイントでオートセーブが入る。あ、なるほどなるほど。はい、それは製品版も今回の体験版も同じシステム、うん、で実際にユーザーの皆さんに配信する体験版を今回使ってデモしますが、うん、お見せするポイントをいくつか用意してるので、うん、それらにこうすぐにジャンプできるようにデバッグメニューの方から、はい、これデバッグメニューはないですよね、はい、うん、配信するときには当然ないです、ね、はい、ご自身でゲーム進めていただければと思います、はい、一応お断りでございます、はい、開発だけの特権なので、はい、はい、それじゃあ始めましょうか。じゃあまず、はい、じゃあ1番の方に切り替えてもらって、はい、これゲームの中、今まさに動かしている画面です。これプレイステーション4で今出力してますね。うんうんうん、
ちゃんと動画見れてますかね。今時間は朝です。さっきタイトル画面夜でしたけど、まず朝からスタートしてみます。はい。ちょっと適当に歩いてもいい？うん。あ、水の中。そうそう。はい、これもさっき、チャメで宣伝部に、モーグリのやつで言えないかなって思っといたんです、うん。これもアップされてるの？これも上がってます。これも上がってる。はい。これちなみに、水の中ってどこら辺まで行けたりするんですか？あ、それは、うん、じゃあちょっと水の中入りましょう。水の中はね、ここまで。ここまで。これ、うん、体験版はここまでですね。製品版はもっともっと多分入っていける予定ですが、うん、まあ泳げるかどうかはちょっと、あれ、課題です。なるほど。まだ検討課題。はいはい、ただもうちょっと深い腰ぐらいまで入っていって釣りをしたりとか、はいはいはい、はい。ちょっと挙動が変わるようなところで戦ったりとかは、可能性としては、もうすでに到達されてる。なるほど。はい。はい、あ、いいね。そこに登って、ちょっと周りを見て、ぐるっと、この見えている範囲が体験版を、体験版で遊べる範囲、ね。なるほど。はい。はい、おお、朝日が綺麗ですね。綺麗だと思う。ずっと待ってると時間が少しずつ経過していくんですけれども、うん、まあ、ちょっとね、このままずっとここを見てるのかななので、まずは先頭からちゃんと説明しようかと思います。はい。はい、見る前に起きるみたい。あ、これちなみにもうちょっと延々死んだように寝るもんね。道路の方まで行こう。ちょっと距離がある。いかんせん広いですから。そうなんです。さっき操作動画で入ってたダッシュって、はい、もう一回ダッシュしてる。あ、これですね、はいはい、これはスティックを押し込んで移動するとダッシュになるんですね、うん、押し込まないと普通の走りなんですけど、はいはい、ずっとダッシュしてると疲れます。スタミナがあるってことですか？そうです、そうです、はいはいはい、スタミナ、まあそこまで厳密なものじゃないんですけども、うん、ダッシュがずっと無限にできるわけじゃなくて、うん、時々疲れて、うん、まあもう一回それでダッシュ、あ、こういう感じですね、はい、そう、こういう感じです、はい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 、で、ちょっと見せたかったの、これ仲間たちが周囲で、うん、ノクトがバーッとダッシュしていくと一生懸命ついていきたい、はい、ノクトが普通の速度になるとみんなも自然な感じで一緒にノクトの周りを移動しながらいろんな行動をしたいというふうに、プレイヤーがノクトを操作していると、このパーティーみんなが一緒にこう自然に行動してくれるっていうのが、うん、例えばファミ通さんなんかにも今回 AI の紹介なんかしてますけれども、うん、そういったその AI の技術によって実現させている。それとアニメーションの技術によってちょっと自然さを作ってるっていう、ちょっとした、はい、デモ。なるほど。はい。はい、じゃあ早速、先頭の方行こうかな。ちょっと切り替えてもらっていいですか？ 2 番かな？はい。敵が出てきやすいところに今、切り替えてもらいました。はい。じゃあちょっと移動してもらって先頭はですね、うん、お、あ、赤いこれちょっと見てもらった方がいい、うん、なんか左右伸びて、ああ、なんか画面の上に出ていたゲージは、はい、エンカウントのゲージなんですね、うん、今エンカウントといってもそれで敵が湧いてきてバトル用のマップに切り替わってっていうものではなくて、うん、普通にそのままオープンワールドでシームレスにって人もいるんですが、はい、プレイヤーを狙ってきた敵がいた場合、うん、ゲージが作動して、うん、で実際にもう戦闘に入るよっていう時に伸びきってパッと。なるほど。じゃあゲージが伸びきる前に例えばダッシュして逃げるとかすれば、うん、戦闘は避けられる。避けられます。なるほど、はい、ただ自分が体験版だとですね、自分で敵の姿を確認し、うん、敵から離れる方向に逃げていかないと書いてある。なるほど。はい。はい、で、普段 BGM って流れてないんですよ。うん、でも、戦闘が迫ってくると、敵が迫ってくると、さっきのような強和音が流れて、はい、で、戦闘に実際入ると、戦闘の曲が流れる。なるほど。っていうふうに、まあ、そういう感じになってますね。はい。で、ちょっと今、戦闘の操作ずっとしないで待っててくれたみたいな、適当に戦ってもらいましょう。最初の操作用の動画でもあったと思うんですが、うん、基本的にはですね、アクション戦闘なので、敵の攻撃をかわしたりしながら、うん、自分の攻撃を当てていくという、それを自分でキャラクターを移動させながら行っていくのが基本的なことです。はい。で、15の特徴の一つとしてですね、うん、
攻撃と防御と、あとは連携、その攻防連という要素を複合的に組み合わせて戦っていくという、まあ、あのアクティブクロスバトルというふうに開発が呼んでいる、うん、バトルが、まあ、一つの大きな特徴なんですが、はい、それはですね、まず基本的に戦いは敵の攻撃をかわし、うん、そして自分の攻撃を当て、うん、で次なるターゲットを決めて、うん、またその攻撃をあのかわして、はい、もう一つコインを当てていくという、こういった基本的な組み立てからどんどん発展させていくのが、うん、ベーシックなスタイルなんです。もうちょっと敵を探せる。例えばさっきあのハイエナみたいなモンスターにこう、うん、カーソルが当たってましたけど、はいはい、例えばロックオンしたりとか。あ、ロックオンしたりできます。オートで自分の向いてる方向の敵にオートで攻撃してくれますけれども、うん、任意の敵にあのターゲットを動かさないようにして攻撃する場合には、うん、あの R1 ボタンターゲットロック、ね、なるほど、はい、あ、そしてまたエンカウント。そうですね、こうやってエンカウントゲージが作動するような敵っていうのは、うん、全てではなくてですね、あの一部のモンスターになります。このトーテツっていうハイエナのようなモンスターは、はい、プレイヤーがフィールドにいる限りこう延々追ってくるんです、うんうんうん、でそしてこう襲いかかってくると。なるほど、はい、でも向こうの方に、うん、別のモンスター見えると思うんですけど、草食系っぽいモンスターですね。そうです、こいつはガルラっていうモンスターですね、はい、うん、でガルラは自分から襲ってきたりはしないんですけれど、はい、普通にそこに生息しているおとなしいモンスター、うん、でもあの自分からは襲ってこないんだけれども、やられたらやり返すと。なるほど。でも攻撃今加えましたよね。そうすると一気に戦闘になりますまあ今攻撃してほしかったわけじゃないんですけど、このガルラ強いんで、あ、まあいいかちょっとガルラと戦ってもらおうか。まあ、さっき言ったようにその防御と攻撃というものをうまく組み立てながら戦っていくのが基本なんですが、うん、その他にもですね、アビリティっていうものもあるし、はい、武器のセッティングっていうのもあります、うん、で、まあ、今画面に出てるんで左側にアビリティボタン、アビリティ出てますよね。あ、もう出しました、ね、あ、ジャンプしました、ね、はい、三角ボタン、PS4 だと三角ボタンで、うん、アビリティをいつでも出すことができます。ただし、アビリティごとにあの MP を消費してますで、そのアビリティは武器についているんですけど、うん、いつでもこう戦闘中時間を止めずにですね、あの切り替えることができて、うん、その出したいアビリティの MP、消費 MP さえちゃんと自分の MP が残っていれば出すことができる。なるほど。じゃあ例えば防御しても MP は減るし、はい、アビリティ技を使っても MP は減るし、はい、シフトっていうワープをしても MP は減るので、うん、で MP の管理をしながら、うん、まあ、戦っていくという。その通り、うん、おそらく FF シリーズの中でもかなり MP が大事になってくるゲームシステムだと思いますね。なるほど、はい、さっき確かに動画の方でそのガードも MP を消費するって書いてましたけど、うん、厳密にはあのずっとガードボタンを押しっぱなししてる間、うん、ガードモードがずっとこう起動しっぱなしでいつでも避けてくれるんですけど、はい、押してるとずっとなんだろうな、1ずつ減っていくではなくてね、はい、MP っていう、あ、なるほど、はい、はいはいはい、そうやってみます。この時に、はい、あの青いエフェクトが出た時に減ってるんですね、はい、そうです。あれはあの特殊能力を使って、回復してるので、その時は MP になってる、うん、そして、まあ、シフト使ってですね、剣を使えば、うん、この時も MP。じゃあ例えば敵に囲まれて連続で攻撃食らうようなシチュエーションになった時には、はい、一気に MP が減ることもあるってことですね。減りますね、はい、ずっと回避してると一気に MP が減って、うん、MP が枯渇するとアビリティも使えない、はい、でシフトも使えない。なるほど。じゃあ MP なくなった時どうするかっていうと、うん、ちょっと回避とかっていう、今敵から見こうやってですね、敵から身を隠しながらカバーをしたりすると、その時は一気に MP が回復。ああ、なるほど。なのでピンチになった時にはこうやって身を隠せる場所がある場合はカバーを使いながら戦闘を、あの全体をこう落ちるというのが大事。なるほど。なので敵に突っ込んでいってボタンをこう押すだけだとなかなか勝てない。かなり自分のヒットポイントと MP を管理していかないと厳しいですね、はい、そうです、うん、で、これがまあノックのベーシックな部分ですが、うん、加えて当然パーティー戦なので、はい、仲間も戦ってるわけです。ちょっとね、ノックの操作を見て仲間がどんなことやってるかって感じですか。
今仲間同士で助け合ってさっき言ったようにガルラって実はあの僕東鉄で戦闘をちょっと説明しようと思ったんですけどガルラは強いんですよで、まあ、強い代わりに経験値も多いんですが何より肉が浮かぶなるほどそうガルラを倒すとガルラの肉が手に入って、はい、でそれを使ってですねあの実はキャンプをするときにいい食事を取れるんですが、うんその代わり硬いし強いんですなるほど、はい、じゃあ低レベルもじゃああんまりうかつに手を出すと結構返り討ちに合います返り討ちに合うと思うんですね、うん、今これ体験版でもっと低いレベルから始まるんですけれど今日あのユーザーの皆さんに説明しやすいように結構高いレベルを設定してきたんですねそれでも苦戦してるんでかなり強いですなるほど、はい、あとねその大きさも小型のものもいれば中型大型もいるサイズがちょっとなるほど同じモンスターでもサイズ違いがいたりするいますそして持ってる技がちょっと違ったりするおおなるほど、はい、では次にですね仲間を今本当は見せたかったんですけど、うんガルラだとなかなか凍結しちゃってあっ凍結ですね凍結と仲間が戦ってるってやりますガルラのキャンそれはここはオープンワールドっぽいですよねす何が起きるかわからないそう他の敵が来ちゃってダメだもう結構シビアだあとさっきガルラと戦ってる時、うん、あの時々ガルラが光ってあ今みたいな、はいはいはい、光ってる時ありますね、うん、あれはまあ FF おなじみ の, あの攻撃が来るっていう感じなんですけど、はい、キッピンではですねあ倒れるには早すぎる今チレッと出してましたけど、はい敵が光った後に繰り出される敵の攻撃は、うん、強力な攻撃です、はい、で食らうと大きなダメージを食らうんですが、うん、その攻撃はパリといって、うん、弾き返して反撃に移ることが可能でもあるんですね、うん、なるほどなので敵の強力な攻撃は自分が反撃をするチャンスでもあるそこを回避するのか、うん、そうではなくパリで弾いて反撃をするのかっていうのを考えながら、うん、戦うことができるなるほど、はいこれですね。はい、これです。そして、イグニスが今、そうですね。今、これは、あの、ただの反撃ではなくて、うん、連携を出してます。いや、パリにした後に連携が発生する、はい。そうです。あの、という理解ですか。そうです。あの、自動で、あの、AI 戦闘の中でも、通常戦闘の中でも、連携ってしてるんですね。うん、例えば、ノクトが、狙う相手を一緒に狙ってくれたり、はい、ノクトがピンチの時に助けてくれたり、うん、仲間同士が協力し合ってるっていうのは普通のシチュエーションであるんですが、はい、あのパリからスペシャルな連携につなげられるっていうのもまたそうです、まあはい、でそれはプレイヤーが自分であの強力な攻撃を連続で叩き込んでいけるシステムなんですけれど、うん、これはでも製品版でしっかりと楽しんでもらいたい要素で、うん、今回体験版ではですね、まあ、1個だけ入れちゃ今 の, あの連携を知ってもらいたくて1個だけ入れたんですが、はい、実際は製品版では仲間同士がこう仲良くなって、うん、旅を通じ成長していき、うんうん、キャンプなんかで自分たちで話し合って技を編み出していくっていうプロセスが実はある。それで連携技っていうのがどん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 生まれて発展していくっていうのがあるので、うん、はい、連携のスペシャルな連携技は製品版でできる、うん、なるほど、はい、まあ、1個入れちゃったんですどういうものかを知ってもらって、まあ、手触りとして知ってもらいたいということですね。はい、そうです、はい、あとはですね、ちょっと交換して、もうさっきのガルラ倒した敵はそのフィールドに生息して徘徊している敵っていうのは、うん、倒しちゃうといなくなっちゃうやつ見れば、うん、どんどんいろんなところからやってくれる。なるほど。で倒していなくなっちゃったけども、うん、日が変わるとまたあの復活していたりするので、うんうん、全くいなくなってしまうということはないですね。なるほど、はい、ただし一気に倒してしまうとそこの場所からはその人はあちょっとやばいやつあいつはですねガルラの中のガルラと言われるあからさまに大きいやつがいますね。いますよね、はい、クイーンガルラですね。ちょっと一回回復させてから行きます。HP、MP って自動回復するんですけど、うん、その速度はすごく遅い。はい、で、早く回復したい場合は、
アイテムを使って回復したり、なるほど、はい、さっき の, あのカバーを使って回復したり、うん、あとシフト後をマップに対して行える場合もある、うん、あのマップにビーンと剣を刺して、はい、そこにこうワープすることもあって、その時っていうのも回復がかなり早い、うん、なるほど。今そのアイテムメニューとかも何気に初めて見る。そうですね、はい、じゃあちょっとメニューの説明もしようか、うん、そいつに攻撃を仕掛ける前に武器装備しましょうか。今回体験版でできるのはアイテムの使用できます、はい、でノクトの武器の装備も切り替えることができます、うん、仲間の装備は今回はマスク、うん、で武器の装備のシステムはあのバトル中これもいつでも呼び出せるバトルメニューが、はい、一番上を見てもらうとね、ブレイクって書いてあって、はい、まあ一撃目ですね、初撃攻撃をするときの一番最初に使う武器をここに設定しています。なるほど。これどういうことかっていうと、うん、射程を重視した最初の攻撃にするのか、うん、攻撃力を重視した攻撃にするのか、うん、もしくは本当にその攻撃発生が速い速度重視の攻撃にするのか、うん、敵のタイプによって一撃目がどれが有効かっていうのが変わってくるんですよね。なるほど。なのであの回避性能の高い敵と戦う場合には速度重視したり、はい、リーチの長い敵と戦う場合には、間合いを重視したりっていうことを考えて設定する。はいはい。で今からこう戦おうとしてるガルラのあのボスはですね、うん、避けないんで、うん、なので多分攻撃力重視にしていっていいのかなと思います。なるほど。じゃあラッシュを変えましょうか。ラッシュは連続で繰り出す接近戦の時に連続で繰り出すいわゆるコンボとしてつながる攻撃のことですか。そうです、そうです、はいはいはい、一撃目の後に連続で繰り出していけるコンボ攻撃をどの武器にするか、うん、でこれを一番攻撃力の高いやつにちょっと装備する。スパイハンター、はいはい、で戦う、はい、全然効かない。減らないですね。全く攻撃力を高めたことが伝わらないです。こいつ選んだのがちょっと間違いですね。これでもさっきまでの戦闘のアクションを覚えていると、うん、違いが分かるんですが、でかい剣を振り回しながら連撃しているんですね。で、さっきまで使っていた武器よりも。こちらの武器を使った方が一撃一撃がすごく多い。ただし速度がやっぱり遅いので、うん、一番最初に戦った唐鉄なんかはかなり回避をされてしまうっていう、うん、あ、出足が遅いとかそういうことですか。そうなんです。出も遅いし、うん、次の攻撃までの間も長い。なるほど、はい、でこう戦いながらちょっとこの武器のセッティング違ったなと思ったらすぐに確かに身を呼び出して、うん、もう一回バトルメインにする、うん、はい、で装備をパッとその場ですぐに切り替える。なるほど。じゃあ一撃目をクリティカル重視やります、はい、あとは例えばジャンプ攻撃の武器ももうちょっと攻撃力が高いのもいいかとか、うん、そういう感じでそういう感じで自分のスタイルをどういうふうに設定するかっていうのを戦闘中いつでもメニューを呼び出してみたい。今武器の名前の下にそのアビリティ名がついてますけど、はい、あれがすなわちこう武器に固有のアビリティがついているっていう風に、ね、はい、そうです、そうです。あの左に出ているジャンプっていうのは、うん、さっき装備した槍についてるんで、うん、で装備っていうのは1個の武器ではなくてその戦い方に対して全てセッティングしている分装備してる、うん、だから複数の武器のアビリティを戦闘中にいつでも繰り返して繰り出すっていうのが左側のアビリティ。なるほど。ちょっと製品版だと変わるかもしれないですけども、うん、今はこう普通に左右で1ボタンで切り替えて今これ十字キーの左右で手持ちの武器の持ってるアビリティを切り替えてる。そうです、そうです、はい、ですぐに三角ボタンで MP があれば出すことができる。なるほど、はい、今ドレイン剣と選ばれていて、おこれの赤いエフェクト、そうです、これドレインしてるんですね。でまたパッと切り替えて、うん、アビリティ切り替えてください。はい、これはもうやられた、はいはいはい、どうぞ。
MP が足りないこれ MP が足りない MP 足りない時にはでマップにシフトしたりとか MP 自動回復する できるとこまで逃げたり、カバーができるポイントだったらカバーしてますそう言っていろいろと選択しながらやる、はい、逃げても逃げてもその先にガルラがいる、ね、ガルラガルラはねやっぱ強いんですなのでちょっとガルラと戦うのはこの辺にして次にですねゲームをどういうふうに進めていくのかというところを説明したいと思うので、はい、ちょっと場所を変えようかな、うん、ちょっと切り替えをお願いしますさっきは戦闘の基本的なところを大体お見せしたんですが、はい、ずっと戦い続けるわけではなくて、うんやっぱり旅の中にメインストーリー的な目的と、うん、あとその場その場で発生していく目的、ね、あれなんかマーカーみたいなのが出てますよねそうこのマーカーは、うん目的地に設定されているところに表示される、うん、で距離も一緒に表示されるはいそのマーカーのところに行くとこれ見に行くのねなんだろうあ、なんかいろいろ会話も発生してますそうですね、キャラクター同士はかなり自然に AI でやり取りしていて、うん、おはい地図からするとこっちの方だな実はスモークアイという名前の、うん、今回の体験版で最も重要なモンスターであるベヒモスを、はい、今これ手がかりを探している途中でしたなるほどで一つの手がかりを今見つけたことで、うん、そのクエストが次の段階に進んで、うん新しい目的地の候補が出てきたところなんですねあははでですね、さっきバトル中に開いたのはバトルメニューというものなんですけれど、うん、ちょっとトラベルメニューってバトルをしてない時に開けるこのトラベルメニューというのもあって、うん、まあ全体のマップが表示され、はい目的地の設定ができて、うん、でクエストごとに今選べる目的地というものをこうチョイスしていけるああなるほどじゃあ今マップ上にあるあのいくつかの候補から自分が行きたい場所を選べば、うんはい実際の画面上にマーカーとして現れるそうですでその場所に距離がどれくらいあるかも現れて、うんそこに向かっていく指標になるなるほどだもちろんそこに行かなきゃいけないわけじゃなくて、うん全然関係ないところに行って、うん、別のクエストが自然に発生してそれを楽しんでいてもいいし、はいはいはい全く別のバトルだけをしていてもいいなるほどそこら辺の自由度はありつつも、うん、ただ遊びにくくならないようにこういったシステムも一緒に搭載して迷わなくて済むよっていうことですそうですねただこれに頼らず自分で好き勝手に歩き回っても全然いいよとはいそうです、はい、でまあちょっとでもこれ行っちゃうとまさにそのベヒーモスを追跡していくクエストがどんどん進んでしまうのであ、はい、流れはこんな感じですよっていうのがちょいちょい出てるあの青い光って何ですか今近づきましたあこれはね、お今これアイテムですね収集要素ですね錆びた金属片はいこれはお金に売るとちょっとギルがもらえる。貧乏旅行なんですね、この一行は。王子なのに王子なのに、うん。で、まあ言ってもいいのかな。この体験版の目的って、お金を稼いで、はい、自分たちの大事な車を取り戻すことにある。あで、今言ったように、お金をあまり持たずに旅に出ているんですけれど、ええ、車は高級車なんですよね、ロイヤルカーなので。まあ王族の車ですもんね。そうなんです、そうなんです。で、故障させてしまったんで修理しなきゃいけない。はいはいはい。修理代すごい高いんですよ。高級車だから。高級車だから、はい。それが払えない。っていうのが本編の設定にあるので、その設定はそのまま今回の体験版でも活かした。なるほど、はい。じゃあ今めっちゃ貧乏なんですね。めっちゃ貧乏。だから錆びた金属片を拾わなきゃいけないほどに。そうですね。それを少しずつお金に変えてお金を貯めなきゃいけない。ただ、はい、一発逆転が、うん、この辺りで悪魔として恐れられている、うん、さっきのスモークアイっていう名前のベヒーモスを倒すと、はい、あのベヒーモス相当悪いやつなので、はい、賞金がもらえる、はい、それをその賞金取ろうじゃないかっていうのが、まあ、今回のあのベヒーモス討伐の流れです、僕は前説で高らかにメインクエストは紹介しません全部言っちゃいましたねすいませんちょっとこれここまでにしましょうはい、はい、すいませんですねクエストの流れはこんなところで。ただ、さっき流れをご覧になってて、もしかしたら伝わったかもしれないですけど、はい、仲間がいろいろと、あそこ気になるよとか、うん、これってなんだろうっていうふうに疑問を呈したり、または
あっちに行ってみたいっていうふうに、新たな行動を提示したりするんですね。ああ、なるほど。なので、仲間を介してプレイヤーはその世界のいろんなところにアクセスできるようになったり、うん、目的がだん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 広がっていったりするっていう、ここもですね、そのパーティーでいることの仲間っていうものをものすごくこうシステム的にも活用して、なるほど、自然に旅ができるような作りになってるっていうのをちょっとだけ付け加えさせて次行こう。自分が見落としてたかもしれないものでも、もしかしたら仲間が気づいて、うん、あそこに何かあるぜって言ってくれるかもしれない。そうです、そういうことですね。そうです、はい、はい、じゃあちょっと次ですね、はい、次に切り替えますか。でこれこのまま今だんだん暗くなってきましたけど、うん、今切り替えたらもうすっかり夜ですよね。そうですね、はい、時間が24時間経過していくということはですね、うん、それぞれの時間帯に特徴があるということ で、うん、で夜はこれまでも説明してきたんですけれども、非常に危険な時間帯なんですね、はい、今誰かに狙われてますけれども、はい、ここで多分出てくるモンスターがいるでしょう。ああ、出た、ゴブリン。はい、ゴブリン。ゴブリンは本来地上にはいない、うん、ダンジョンなど の光の届かないところにしか生息しないモンスターなんですけど、はい、夜になるとそこから出てきて、うん、フィールドを徘徊すると。ははは。で、一見まあ可愛いし弱そうなんですけど結構強い、うん、あとはちょっと厄介な、その光の届かない場所に生息しているモンスターたちはちょっとね、こういやらしいステータス系の攻撃を使うんです。今なんかポーション盗まれましたよ。ポーションも盗みますか。なんかさっきの淡いこの赤いエフェクトみたいなのが、うん、これ毒。毒攻撃。あ、これがステータス攻撃。はい、今しれっと借りして反撃してますけれども、うん、叩き潰してます。叩き潰して、うまいから、この人。はい、まあ、ガルラにはやられたんですよ、ね。そう、ガルラには勝てないけども、まあ、ゴブリンのこれぐらいの数だったら、うん、まあ、レベルも結構高いし、対抗できる。まあ、でもこれで夜全然危険じゃないじゃんと思ってもらうと、ちょっと、それはあれかなと。早くかなと。もうこれね、しばらく戦ってると、うん、だん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 敵が集まってる。あ、そうなんですか。そうなんです。あ、今ちょっとあ、毒を、あ、毒っぽいエフェクトになってます、はい、今 HP が0に、うん、あ、復活された。 HP って実は0になってすぐにそれで戦闘不能じゃなくて、うん、瀕死っていう状態があって、ね、はい、HP0 になった後にその瀕死ステータスが完全に切れた場合に戦闘するんですね。なるほど。なので、さっき一瞬赤いゲージになったんですけども、その赤いゲージがゼロになると本当の戦闘する。あ、今、これはですね。イフルハイムノンですね。そうです。すげえ出てきた。おーおーおこれは今戦ってたゴブリンとは全く関係のない。今回、ストーリー上の敵国であるニフルハイムという国の軍。こいつら人造兵ですよね、はい、ロボットですよね、機械兵ですね、うん、人間の形してますけれども人間ではないので、なんかちょっと異常な動きもするし、なんか銃も撃ってくるし直接攻撃もしてくるし、最後かなりびっくりするような攻撃もしてくる、はあ、でこの兵はかなり強いんです、うん、なので体験版でも昼間にガンガン出てくるわけではなくて、うん、あるエリアに行くと、例えばまあ言っちゃうと道路の上を歩いてると見つかりやすくて、あ、なるほど、兵に襲われるんですけども、はい、夜はやっぱり戦闘が長引くので、うん、かなり見つかりやすくなってやっていく。昼間でも長く戦闘してるとやってたりするんですけ ど、 なるほど、その時間はかなり夜の方が短いですね。なんかヘルメットが吹っ飛んだりしてますね。だんだん破壊されていくんです。でも結構気味が悪いです、ね、そうですね。あと本当強いんですよ、うん、で今すでに、全員瀕死ですよね。あ、これはあれもしかしてやばい、やばいこれちょっと逃げて、あ、そうだね、ポーションで回復してください。ポーションちょっと一回離脱やばい離脱。ああ逃げて。このように危ない時には逃げないとダメです。で、
こういうふうに夜のプレッシャーは本当にきついので、うん、あのちょっと例えばさキャンプ地探してあったよね、あの今煙がぼーっと出てる、はい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 、ここはいろいろ点々とこういうキャンプ地があるんですね。おー、なるほど。ここに来ると不思議な力がここに宿っているので、はい、敵は来ない。あで、ここでキャンプを張ることができる。弱ですね、これメニューが今キャンプするときに最初に料理を選ぶんですけど、はい、体験版では持っている食材で、うん、イグニスが自分で献立を決めちゃいます。で、メニューを選ぶっていうのはどういうことかっていうと、はい、自分でどんなステータス効果をつけるかってことなんですね。なるほど。で、体験版ではまずステータス効果っていうものがどんなものがあって、うん、それがつくことでゲームがどう変化していくのかっていうのを分かってもらうためにイグニスが自分で決めちゃうんですけども、はい、製品版だと自分でイグニスに献立をオーダーします。これ例えば、うん、あの材料にガルラの肉って書いてますよね。さっき倒したからそうその肉を使ってっていうイメージなんですね、はいはい、その肉 と別の食材を使って今夜はイグニスはこのシチューを作ります。あ、なるほど。いいですかってことで宿泊するを選ぶとあのキャンプに移行します、はい、ではちょっとキャンプ入ってください。フリーバトルっていうのは、まあ、今日はここではちょっと触れるのやります、はい。本当貧乏だなっていうコメントが今出てきました。まあ貧乏なんですよ。おっと、美味しそう。はい。これ今イグニスが作ってくれた。どうですか、次世代グラフィックスを感じますか。飯テロですよ、ね。はい。これがあれですよ、新世代機で表現する最高の料理の絵ですね。はい、で今のあのシチューはあの今3つ出てますね。三つのステータス効果を得ることができます。ああ、なるほど。絶好調と集中と耐性、はいはい、で、まあ、絶好調というのは攻撃力が上がり、うん、まあ、さっき説明したダッシュのダッシュできる距離がかなり伸びる、はい、あ、なるほど、はい、で好調っていうのもあって、うん、絶好調っていうのもあるんですね。その絶好調がつくのと、うん、あと集中っていうのはクリティカル率が上がりますね、はいはいはい、耐性っていうのはさっきのゴブリンのようなステータス系の攻撃に対する耐性がつくので、レジスト率を上げるみたいな。そうです。これ多分毒耐性だと思うんですが、なるほど、はい、この3つがつきますよ、うん、今レベルが全員右側見ると、うん、画面の右側にレベル15、15、15と、はい、まあ、FF15 なので、あ、わざわざ調整したいです、はい、そうです、わざわざ15にしてもらったんですが今その左側の方に経験値があるんですよね、 EXP が。あの経験値が宿泊することで全部今度生産されて、なるほど、次のレベルの必要経験値を満たしている場合レベルアップ処理が入る、うんうんうん、ちょっとボタンを押してください。まずバフがついて、はい、そしておお、なるほど、はい、あ、レベルが上がりました。 FF15 から16になるということになり、例えば必要だったんでしょうかね。いらないレベルアップすると思ってなかった。なるほど、はい、で次へっていうふうにすると、このように夜明け前にバフがつき、はいはい、そしてオートセーブもされたと。そうです、そうです。ここでセーブが行われて朝がまた始まるという。なるほど。でさっきのキャンプの時にイベントが入ることがあって、うん、製品版だとあそこで例えばその連携技の特訓が入ったりとか、うん、そんな感じのイベントが時々入って、なるほど。じゃあなんか常になんか会話があるとかじゃなくて、まあ普段はこういう感じでキャンプはしていくけど、はい、まあ何かしらトレーニングで技を覚えたりとか、はい、そうです、イベントが発生したりとか、はい、そういうこともあると、はい、その日の思い出を話すイベントも発生したりとか、なるほど。あとはそのキャンプ地によって得られる効果がその時々で結構変わってきたりとか、うん、あと宿泊の施設によって、うん、バフがつくんではなくて例えば経験値がレベルに変換される時に倍率が高くなったりとか、おいろんなものがある、ね、なるほど、はい、じゃあその時々で自分にとって必要なものをこう選んでいった方がいいんですね。そうです、そうです、うん、はい、そしてあとキャンプを張るとそのキャンプ地にはいつでも一瞬で戻ってくることができるので、お、それはファストトラベル的なものですか。そうですね、あのちょっとじゃあトラベルメニュー開いて、あの目的、宿泊地に戻るっていうのは直前の宿泊地にパッと戻る、はいはいはい、なるほど、はいはい、なのでやばいなと思ったらすぐそこに戻ってきてキャンプも一回張って、うん、効果をもう一度つけてもう一回出発するっていうのができますね、うん、まあこの広さですからね、便利ですよね、はい、ね、あのバフはずっとつき続けるわけじゃなくて1日経つとだんだん消えてくるんですよ。あーはーはー、
で、はい、かなり強力なので、バフが切れた時っていうのが、すごく弱くなった気分になる。なので、そのまま戦い続けるのか、もう一回バフをつけるのか、いうのを考えながら、毎日のサイクルを楽しむと。じゃあまあ、男気のある人はもう、俺は飯なんか食わねえ、もう素のステータスで行くぜっていう人は、もうキャンプも張らないで行けと。そうですね。はい、男気はあまり関係ないですそういう趣味の人はそういうプレーをすれば、レベルも上がらないし、はい、バフもつかない。ああ、もう縛りプレイですね。はい、そうですね。はい、まあ確かにアクションシステムなので、その腕だけでなんとかなる可能性はあります。うん、ただ、普通の遊び方としては、やっぱり RPG 的に、うん、レベルも上げるし、いろんなものも集めるし、はい、効果もつけて攻略していくという遊び方が、まあ大体皆さんやるのかなっていうふうな。調整、バランスの調整になる。まあ、とにかくこいつ強いなって思ったら地道にレベルを上げれば、なんとか解放はあると。はい、はい、そうです。じゃあ最後にですね、メインの流れはさっき見せないっていうふうに前説で言ってましたけど、うん、すいません、ベヒーモスをちょっとだけお見せしようかと思って、はい、ベヒーモスの場所にも行けるのを用意したんですね。ちょっと切り替えてもらって、最初に流した、FF レシキ HD のファイナルトレーラーの最後にもちょっと15に入ってたけど、はい、そこでちょっとだけ出てたベヒーモスが、もうちょっとこれを見るとどんなシチュエーションで出てきたのかっていうのが分かるので、なるほど、あのまま追い続けた、まあ、結果がここなんですかね。そうです、そうです、うん、ベヒーモスを追い詰めていくとだん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 生息している場所を特定できるんですけど、はい、その途中段階のものがちょっと緊張感がある。そうですね、ここでちょっと黙る、皆さんゆっくり、グラディオ、こっちだ。マジか。今絶好調なので、うん、ガンガンダッシュ。疲れない。距離が伸びた。この先で間違いないな。行くしかねえか。もう明らかに向こうにいる感が超怖いんですけど。そうですね、こういうやっぱり臨場感とか本当に生きているとか、そういった方向でのその、うん、こだわりっていうのかなり、お、これなら余裕、みんな持ってて、あ、ここはあれ使いトーテッド、ね、あ、でちょうどいいんで、トーテッドを普通に倒さず、あれ出せますか。お、これ東京ゲームショウの後にちょっと見せるか。こういう技もスピードはあるの。そうですね、移動が全部ワープ化するのと、攻撃力も上がるし、MP はずっと減り続けるので、すごい勢いで MP 減ります、ね、はい、そうなんです。この剣を召喚すると、ずっと MP を消費続ける限り、代わりに、あ、もうなんだ、もうアビリ、アビリティもずっとその間使い放題なんですが、はい、お、MP、あ、こういう回復の仕方もあるのか。ありますね。なるほど、ここ安全地帯っちゃそうですよね。実は安全地帯ってわけでもないんですが、うん、射撃を食らう時もあるし、あ、なるほど、例えば今回の強敵のベヒモスとかは、うん、ここにもバッと攻撃を仕掛けてきたんですけど、うん、でもすぐにやられるわけじゃないので、うん、そこで回復を図って、危ないくなったら降りて、はい。で、MP が満タンだとさっきのファントムソードの召喚。はい。貧乏なの、今なんかアイテムを拾わずに行きましたね。そうですね。まあこれ、今、デモプレイなんで。拾うんじゃない。あ、拾わないのね。拾わないんだ。あ、お、なんだ、ちょっとじゃあ見ても、はい、おっと、これは別にカットシーンってわけじゃなくて、ここもプレイアブルシーン、今しゃがんでノクトが前進んでるのは要は操作しているってことです。してます、して移動してます、はい。Thank you.
使ってない。目が見えない、片目が。はいはいはい。その片目が見えないことを、うん、攻略の鍵にしなきゃいけない。なるほど。僕は最初に宣言した通り、メインストーリーに関わる情報を出さないようにお伝えしたわけなんです。そうですね。あ、じゃあそうだった。すみません。チレって言っちゃってました。しかし、あいつ勝てる気しないっすね。あれは、簡単には勝てないと思いますよ。ただ、勝てなくもないし、はい、さっき、大藤さん言ってたみたいに、レベルを上げていけばなんとかなるし、うん、まあ、あとはほら、今日、くれませんって言った召喚獣、はい、あ、はいはい、はい、まあ、そういったものをいろいろ駆使して、なるほど、倒すことができるんじゃないかなと、はい、あ、すいません、じゃあここまでにしようかな、はい、そうですね、はい、もう 俺の心臓がドキドキしてる、そうですね。